についてのお尋ねがありました。今回の改正案は、派遣会社に対し、計画的な教育訓練等を新たに義務づけるなど、派遣労働者のキャリアアップを支援するとともに、派遣期間が満了した場合には、正社員になったり、別の会社等で働き続けることができるようにする措置を新たに義務づけることにより、派遣労働者の雇用の安定を図るものであります。また、派遣先に対しては、正社員化を支援するため、正社員募集情報の提供を義務づけるとともに、派遣先の労働者との均衡待遇の推進に向けた取り組みを求めることとしており、これらの取り組みを通じて、派遣労働者の希望に応じたキャリアアップを支援してまいります。このように、今回の改正案は、派遣労働者の一層の雇用の安定、保護等を図り、多様な働き方の実現を目指すものであり、正社員ゼロ法案、あるいは生涯派遣法案といったものでは決してありません。安倍内閣としては、今回の改正案を通じて、すべての人々が生きがいを持って、安心して働くことができる社会を築いてまいります。財務の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。次に、厚生労働大臣、塩崎康久君。